命題とその対偶の真偽は一致する。前回の動画ではこの決まりについて話をしましたそして実はこの決まりをうまく使うことで証明の問題の中で応用していく使っていくことができるんです例えばある命題が真であることあることを証明したい時けどそれはちょっとそのまんまやと証明するのが難しかったとします その待遇を考えてあげるとその待遇の命題というのは真であることを証明することができそうやとそっちは簡単にできそうやということが分かりましたそういう時には待遇が真であることを言ってあげればいいんですなぜなら命題とその待遇の真偽は一致するので待遇が真と言えれば元の命題も真と言えるからです うん。まあでもちょっと言っていることはよくわからんよね。このままやと。この決まりだけやと。なので今回はこの対偶を使った証明というのを実際に一つやってみたいと思います。こんな問題です。n n n はは整数数数とと。する。るをを利用しして次のの命題を証明しよう。N の2乗が奇奇ならば n は奇数であるとこれを証明しようという問題です。 まずちょっとこれの意味を考えてみようか。n の2乗が奇数やったら n は奇数ってことなので n は整数なんやろ。なので n の2乗が奇数の場合、例えば9。これは n いくらになる ?n の2乗が9やったら n はプラスマイナス3やね。大丈夫かなマイナスもあるよね。じゃ、n の2乗がもう一つぐらい考えてみようか。25の場合、n はどうなる うん、今度はプラスマイナス5やね。平方根を考えてあげたらいいです。これは奇数の場合でした。じゃあ今度、いや奇数ではない。否定を考えてあげて、偶数やとすると、n の二乗は四、n はプラスマイナス二やね。うん、確かに。奇数の場合、n の二乗が奇数の場合、n は奇数になるし、偶数の場合は偶数になりそうやね。まあそりゃそうやと思います。奇数と奇数をかけたら、 奇数になるし、偶数と偶数をかけたら答えは偶数になるからね。まなので、この決まりはどうやら証明え成り立ちそうです。真ではありそうです。けど、これを証明するの？これやったらあんよね。式を立てないといけません。どうしたらいいでしょう？え、まずこれ n の2乗が奇数ならばって言ってるので、これを式にしてみたいと思います。 なので奇数っていうのどうやったら資金できるか覚えてるかなえちょっとまず簡単な偶数の方からいくとえ偶数というのは結局二の倍数二 c ローハートという二の倍数だったのでえこれは例えば A を整数とすると二 a とこういうふうに置くことができるのね A を整数とするとえ偶数っていうのは二 a とできます それと同じように奇数を考えてあげるとこれ 1a とか 3a とかちゃうよ 1a はただの a やし 3a は3の倍数になっちゃいます奇数は偶数より1大きかったり1小さかったりする隣の数が奇数になるので 2a 足す1とか 2a 引く1と表せましたこれは中学校でやったのを覚えている人もいるかもしれません それじゃあこれを使って n の二乗が奇数っていうのを言ってあげるとそのまんまこうなるんやね。n の二乗は 2a プラス1ですよと。うん、で a は整数と。ただここから n を考えたらどうなる ?2a プラス1の平方根を取ってあげればいいので二乗から元を取るからです。プラスマイナスルートの 2a 足ス1。 こうなるんやね。これ奇数って言えるかな全然わからんよね。なのでこれ簡単そうに見えて実はこのまんまやと証明ちょっと難しいんです。こういう時に対偶を考えてみてください。これをちょっと見ていてさ逆やったらこれが逆やったら結構やりやすそうやね。つまり n が奇数ならば n の二乗は奇数であるやったとすると n が 2a プラス1で n の二乗がってなるとこれの2乗なのでもしこれが逆やったら結構証明しやすそうですただしこれは今言っているとおり逆の命題なわけやね 逆の命題の真偽と元の命題の真偽は一致するとは限らないのでこれを証明しても意味ないんです。待遇を証明してあげないと意味がありません。もし待遇の命題が真であることが言えれば元の命題も真であると言えるので待遇を考えてあげればいいんです。逆じゃなくてね。なので n の2乗が奇数ならば n は奇数であるの 対偶を考えてあげましょう。証明はこんな感じになります。証明する命題の待遇は以下のようになると。これの待遇言ってあげればいいよね。待遇は条件を入れ替えた逆の否定になるので、こっちらの否定やね。n が奇数の否定なので、偶数ならば、n が偶数ならば、 こっちらもまた同じように否定します。n の二乗が奇数になっているので、n の二乗は偶数であると。こうなるんやね。これやったら結構証明できそうやね。2乗が後ろに来ていて、証明楽そうです。さっき言っていた通り、じゃあ、この整数をそのまま、a は整数として証明を続けていくと、偶数 n は整数 a を用いて、 偶数はどうやって表せるかっていうと 2a やったよね。なので n イコール 2a と表せると。そしたら n の2乗どうなるかっていうとこの 2a の2乗になるので大丈夫かなこうしたらあかいよ。これは a しか2乗されてへんから 2a の2乗なのでこうです。そうすると2の2乗で 4a の2乗はそのまま 4a2 乗になります。うん。これは偶数になりそうやね。 a が整数数からこれ4の倍数になっています。けど証明したいのは偶数2の倍数ってことなのですこれをこうしてあげましょう2を外に出してこうしておいてあげましょうそうするとこれ2の倍数っていうの分かりやすいよねなんでしょうかっていうと 2a2 乗はちょっとこれ書くとこわかる分かりづらかったんやけどは整数なのでとなっているのでこれを見た時に 2a の2乗は整数なのでやっぱり下に書こうかちょっとわかりにくいね狭くなっちゃうけど 2a2 乗はこの括弧の中の 2a2 乗は整数なのでこの全体は偶数になっているんやねつまり n の2乗は偶数になっていますよとそしてこれは今何が言えたかっていうと n が偶数ならば n の2乗は偶数であるということが言えました。これの待遇の命題、つまり元の命題も真であるということができるので、待遇の命題が真になっているので、元の命題も真である。つまりこ、こっちはね、 n の2乗が奇数ならば n は奇数であるということも証明できたわけです。待遇が真であるというのを言ってあげれば元の命題も真であると。こういう証明のしかたをすることができるんやね。 大丈夫かな。え、ちょっと難しいと思うんやけど証明難しいなと特にこういった整数の証明整数に関する証明が難しいなというふうに感じた時は対偶をうまくく使ってみてみださい。待遇の命題が真であることが証明できれば元の命題も真であると証明することができるんです。